まあ、あらゆる選挙の投票率がどん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 落ちているわけですけど、まあ言ってもしょうがないとか、うん、誰がやっても同じでしょみたいな、自民党はわざとそうしているのではないかと、うん、どん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 政治に不祥事を起こして、政治家なんてのはくだらないものなんだと、政治家なんてつまらん人たちなんだと思い込ませて、でも利権で固まってる人たちは固まってますから、でこちらは普通の一人一人の人たちにお願いしなければならないので、なかなかそこの塊っていうのはなかなかないわけですよね。だからもう必死になってお願いするしかないということで、一件一件回ってお願いしてるんですけど、そういう中でやっぱり聞くのは、何をやってるんだと、まあ、政治に興味のある人は、まあ、そうは言っても結構いらっしゃいますんでね、何や一体やってるんですかみたいな、やりたいことがこう伝わってこないっていうようなですね、難しいんですね。世の中で野党の議員の行動ほど難しいものは私はないと思うんですけど、行動して批判すると批判ばっかりと言われる、かといって迎合するわけにもいかない、だから存在感をどう示していくのかということについて、ものすごい知恵を絞らなきゃいけないんだろうというふうに思うんですね。